J-WAVE 深夜のカオラジペディア、今夜は私、クレバがお送りしています。ではここでこちらのコーナー行ってみましょう。くれればいいのに。Here we go。はい、このコーナーは毎回スペシャリストの方をスタジオにお招きして、今熱いアイテムを私クレバの前で熱くレクチャーしていただき、そのアイテムの魅力と私クレバの心が揺れている感じを皆さんにお楽しみいただくというコーナーです。そしてもう商品をもうこう誠心誠意良さを伝えることによって、まあなんか、まあなんかこういうのもなんだけど、見返りっていうかな、くれればいいというコーナーでございます。今まで相当いろんなものをいただいてきたんですが、まあ、ちょっとずつこうピックアップしていきますと、まあ、iPod Audio とかね、髭剃りとか iPad、首のマッサージ機なんかもらいました。カーナビなんかもらってしまいました。そんな今夜、くれればいいのにピックアップするアイテムは、こちら。アメリカの南部風の発音なら、R。Air。すごい。Apple。ナポコンピューター、コンピューターの、アップルコンピューターですね。南部の人は R って言うんですね、AR のことね。R。R ですね。先日発表になりました、アップルコンピューター、マッキントッシュの新型ノートブック、MacBook R こと、MacBook Air。発売直後から大人気で、ここ J-Wave でもユーザーが結構いるらしいのですが、ここいらでしっかり検証してみようではないかというわけで、もう通電されたメーカーっていうか、もう、何でも聞いちゃうもん。今夜も分かりやすく教えてくださるのはこの方です。自己紹介お願いします。はい、こんばんは。雑誌デジモノステーション編集長、ヤシマです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて。はい。MacBook Air と言いましたが、あの現物が今ここにあるんですが。はい。ね。そして僕はあの、使ってる MacBook Pro。はい。まあ、Air じゃなくて MacBook Pro。はい。そして編集長。はい。iPad。iPad、はい。iPad もあります。はい。薄い。あのね、薄い。そして、まあ、言うよ。軽いよ。どうなんですかこれ。ちょっとそうですね、あの 11.6 型のちっちゃいのが今回出たんですけども、はい、まあ、Mac ってね、なかなか小さいのが出ないって言われてたんですけども、そうですね、これ、一応史上最軽量 Mac です。うん、はい。で、重さが、1060g なんで、1060g、うん、普通の Windows パソコン、あのレッツノートとかありますよね、軽いと言われてるね、皆さん使ってる、うん、あれが 970g なんで、もうさほど変わらないです。消しゴムのスタみたいな感じですか。誤差です、誤差。でかい消し、物消しのスタみたいな。はい。なるほど。これちょっとね、特徴、なんかこう、もうね、すでに欲しいんですよ。はい。はっきり言って買うの方に。理由があったら買いたい。はい。ってことで、ちょっといろいろ教えていただけたら嬉しいなと思っておりますが。はい。特徴なんかありますでしょうかね。はい。あの、普通ですね、小さくスリムにするとですね、うん、性能って犠牲にしがちなんですけども、はい、それもないです。ない。はい。言いましたね。はい。ないです。はい。ちょっと使い倒しましたので、体感を含めて言いますけども、はい、そんなに、スペック的には高くないんですよ、実は。なるほど。なんですけども、ハードディスクをやめて、記録媒体に、うん、まあ、SSD という、ドライブが回らない、はい、新しいやつを使うことによって、その辺、うまく工夫してですね、なるほど。普通にメールですとか、はい、ネットやってる分には全く、全く、ストレスないです。そしてもちろん SSD ってことは、音も、はい。静か。静かです。熱くなったりはするんですか？今までに比べたら随分、解消されてます。これも全然大丈夫。はい。なんだよ、いいことだらけじゃねえかよ。はい。てか、まだなんかいいことありそうですね、これね。てか、これ 11.6、まあ、11型って今までなかったサイズだと思うんですけど、はい、キーボードとかってこれ結構なんかね、上のボタンとかがすごい細くなって可愛いなって感じなんですけども。はい。ただまあ、キーピッチじゃないですけども、はい、幅は今、iMac を買うとついてくる、ワイヤレスのキーボードと全く同じなので。うん、なるほど。はい。打ちにくいということも全くないです。なるほど。てかもう、パッと見た感じももう、ここにある MacBook Pro、僕が使ってる MacBook Pro ともほぼ、はい。変わんないですね。うん、遜色ないと思いますよ。もう全くもん、どうすんのこれ。どうすんのなんか、やっぱり今まで、その、Windows から Mac に変えようかな、みたいな人が、はい、重いし Mac、うんうん、みたいな、あったじゃないですか。はい、それも、ない。それもないですし、うん、まあ、あとご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、うん、まあ、いざとなったら Windows もこちら走りますんで。そうなんですよね。はい、Mac の中には Windows 入るんですよね。はい、Windows の中に Mac は走りませんね。入んないんだけど。はい、これちょっと、で、そうなってくるとやっぱあと値段ですかね。ですよね。やっぱ Mac ちょっと高いみたいな。うんうんうん、高値の花的な感じがあったと思うんですが。はい。聞いちゃいます？はい。おいくらでしょうか？サイレンカモデルですね。なんと88,800円。来ましたね。はい。来ましたね、これ。これは買わないと。これはね、ちょっと、まあちょっと、編集長と、
あの、曖昧に話したんですけど、もう。理由はないんだけど、欲しい。なんですよ。僕も iPad 割と使いこなしてる方なんで、うん、僕もね、いるのかって言ったら、うん、どうなんだろう、俺何に使うのかなと思うんですけど、なんかね、欲しいんですよ。楽器をね、走らすためには MacBook Pro じゃなきゃいけないんで、なんとも言えないんですけど、なんか、とりあえず欲しいな、みたいな。うん、これはいいですよね。小さくて軽くて薄くて綺麗。あと起動が早いっていうね。そうですね。はい。これびっくり。ウィーンが早いっていう。はい、昔の Mac ってご存知の方はこう、起動するまでこう、5分くらいずーっと待ってなきゃいけなかったんですけど、そんなのは全くありませんし。いやー、それもいいことだらけじゃないですか。はい、まあ、だから、ちょっとじゃあ、弱点というか、うん、数少ない弱点を。そうですね、うん。アップルさんごめんなさい。数少ない弱点を。うん、はい。まあまずですね、光学ドライブ、いわゆるあの DVD とか CD ドライブはついてないです。はい、でも CD 買ってすぐ取り込むみたいのはできないですね。できない。まあ、はい、取り込もうと思ったら、外付けのドライブを買うか、うん、別にまああの Mac でも Windows でも持ってたら、それでファイル共有ってちょっとあの難しいんですけども、それもできますんで。なるほど。はい。ちなみにその外に CD 取り込むその光学ドライブっていくらぐらいなんですか、はい、確か6800円ぐらいなんで、そんな高いものでもないですし、スリムなんで。それ自体が重いとかそういうことはないんですか？ないです、ないです。じゃあまあそれ持っててもまあ大丈夫って感じ、うん、まあ、いざっていう時に使えれば十分だと思いますんで。おかしいな、弱点って言ってたのに弱点じゃなくなってきてるぞ。なんか、うん、なんかあるんじゃないですか？あります。あとですね、はい、有線 LAN 端子がついてないので、うん、要はあの、LAN ってあるじゃないですか。インターネットケーブルです、はい。あれを挿すとこがないんですよ。なるほど。なんで無線 LAN じゃないとダメなんです。ホテルとか行った時とかに、ね。そうですね。うん、はい。あとご自宅が無線 LAN じゃないと、ちょっと使いにくいかなと思いますけど。なるほど、なるほど。やっとありましたね。うん、あとは、スペックとかはどうなんですか？ここなんかこう、拡張したりとかそういうのはできるんですか？あとはですね、拡張性がまあないので、ない。メモリを増設したりはできないので、なるほど。最初買うときにちょっと気をつけて選んだ方がいいと思います。一発目からしっかりやっとけば間違いないと。うん、でも、これ、俺、なんかいろいろあったら、これ触っても見れば、はい。多分買えますよね。いや、買うと思います。うん、ここ今一生懸命喋ってますけど、これ触れてもらうのがいいと思うわ。この薄さとなんか小ささっていうか、iPad 買おうかなって迷ってた人も、これでまたちょっと迷いが増えちゃうって感じですかね。そうですね。うん、iPad でできないね。いわゆるパソコンなんで、こちらは。うん、そう、はい、これ。っていうか、なんか欲しいんだよね。素ですね、完全に。欲しいんだよな。なんかもう俺じゃなくてもいいから誰か使っててくれ、みたいな。はい、まあ、置いときたい一品っていう感じですね。うん、もう、これはもう買いですね。そうですね。あの、デジモノステーション的におすすめの、じゃあ、あの、構成をちょっと言いますと、はい、その記録媒体、さっき言った SSD みたいなもんなんですけども、うん、それを 128GB にして、はい、メモリを、通常 2GB なんですけども、うん、倍の 4GB にすると、うん、多分将来ですね、OS がこうアップデートしてっても多分大丈夫だろうっていう、こう、将来に備えた仕様にすると、まあ、118,880円みたいな感じなんで。なるほど。それでもまあ安いですよね。まあ、11万ですもんね。はい。これ買いですもん。はい。はい。というわけで、第42回目のくれればいいのに、MacBook Air、Air、紹介しましたが、買いです。買いです。買いです。はい、あ、もう強く出ました。今夜は雑誌デジモノステーションの編集長、ヤシマさんにいろいろ教えていただきましたが、せっかくなんで何か告知などありますでしょうか。はい。こちらのですね、MacBook Air のことを詳しく、特集した、11月25日発売号を、はい、誰もが絶賛制作中でございます。うん、11月25日には、コンビニに、本屋さんに並びますんで、うん、どうぞ、お買い上げいただければなと。まず触りに行って迷ってたらもうデジモンステーション買って決めろと、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、ということでどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。 Air it out Earn it out でした。クレバがお送りしていますカヨラジペディア。さあ今夜は散歩の達人になりませんかというテーマで皆さんの意見をいただいております。ポーターは寺坂さんです。よろしくお願いします。ラジネームのり、いやのり今日のテーマはなんだかルンルンですね。なんで笑うんですか？ルンルンですね。死語ですからね。散歩するときの私には、いくつか約束事項が。丸一、お金は100円のみ。丸二、携帯は持たない。丸三、時計も持たない。四、家出るときは、ちょっとそこまで、これメイちゃんですね。普段車で通る道も歩くといろいろ発見が。手ぶらが一番。迷ったってなんとかなるものです。ネットで聞いてるので、30分以降に読んでください。読みましたよ。読みましたよ、ちゃんと。100円持っててどうするんですかね？あの、近くにあの、セールって書いてあるあの、自動販売機があるタイプの人なんでしょうね、きっとね。今100円、ねえ。なかなかね、飲み物とかも買えないし。
まあ、でもあるんでしょうね。あの、なんか大、なんかしなきゃで、ここ自動販売機90円なんで、いつもみたいなのがあるタイプの人なんでしょう、きっと。それから、ラジオネーム、エミリー。散歩といえば、iPod でクレバさんの曲を聴きながら、家の近くにあるイチョウ並木の道をテクテク歩いてます。紅葉が始まってきたので、これからイチョウが黄色に変わっていくのが楽しみです。帰り道には駄菓子屋があるので、たまに年がいなく小学生に混じって、昔食べた駄菓子を楽しんだりしています。クレバさんは好きな駄菓子はありますか？私はきなこ棒が好きです。当たりが出た時は少し HAPPY な気分になります。好きな駄菓子とはちょっと違うかもしんないですけど、あの、小学校の近くに及川っていう駄菓子屋があってですね、及川で買ったあの、すもも、あのなんか、絶対今だったらもう絶対買わねえ、なんかピンクに近い赤い液体の入った、あの、兼尿する容器みたいなのに入ってる。あの、すもも、あの、なんであんなパンパンになるほど入れるんでしょうか、あの、つゆを。剥いたら確実に跳ねるでしょ、洋服に。100%。でもそのスモもなぜかキャッチボールとかしてましたけどね。びっしゃびしゃになって、もう赤いのめっちゃついたりとかして、もう最悪でしたけども。それからラジオネーム、テロテ。クレバさんこんばんは。私は犬の散歩で遭難しそうになったことがあります。犬の散歩情報多いですね。それはいとこ、兄、私と3人で、いとこの飼い犬、ワンタの散歩に行った時でした。ワンタ？この日ワンタが引っ張って行った先は近くの山。最初は平気だと思ってたら徐々に獣道へ迷い込み、ついには嵐になるという最悪の展開になりました。なんとか帰ろうと必死に抜け出したのは出かけてから3時間後。家に帰ると、もちろん鬼の形相で両親に怒られました。その時の言い訳は、だって、ワンタが行こうって言ったのでした。この年になっても田舎の語り種になってます。ワンタ言いましたよ。行こうぜっつって、うん、犬ですからしょうがないですよ。まあ、こんな感じになっております。はい、まあ、今回はですね、散歩の魅力ですけれども、あの、少しでもリスナーの皆さんやクレバさんに一緒にこうラジオを聞きながら散歩をしているような気分になっていただきたいなと思いまして、はい、なりたいですね。はい、私が散歩に行ってまいりました。ん？私が散歩に行ってまいりました。ん？あの、先ほどあのラッシャー板前さんが、ん？あの、木に話しかけたりとか、はい、花に話しかけたりとか、そういう努力をしようと思いながら散歩行ってきました。してきたんじゃなくて、思いながら行ってきた。思いながら一生懸命散歩してきました。何かを履き違えてるんじゃないですか。自由とかなんかいろいろ。いや、うん、もう皆さんに、あの、そういう散歩に行ってき、ね、気分になっていただこうと思いまして、はい、場所が東急東横線の、横浜市にあります、妙蓮寺博楽界隈。うん、実はあの、散歩の達人の編集長の山口編集長も、はい、おすすめと言ってたんですが、なるほど、今本当にちょっと下町情緒があって、昭和のレトロな感じがあるんですね。なるほど。で、高円寺になりつつあると。はい、あ。なるほど。妙蓮寺が。妙蓮寺。妙蓮寺が高円寺に。高円寺に。言い組んでますね。はい。うるさいですね。うるさいな。博楽界隈もですね。はい。あの、行ったことはないです、ね。ないですし、初めて聞きました。はい。はい。ぜひその魅力をですね、皆さん一緒になんとか一生懸命感じ取っていただければと思います。怒らずに聞いてください。お願いします。どうぞ。聞いてみましょう。さあ、今日の寺散歩は、東急東横線の妙蓮寺博楽を歩きたいと思っています。この妙蓮寺は、もともと妙泉寺と言ったそうです。しかし、合併をすることになりまして、その合併するお寺が蓮光寺でした。そこで妙蓮寺という虫がこんにちは、無視されましたね。花が咲いていますね。こんにちは、花さん。これは何の花でしょうかね。赤い花ですね。可愛いですね。美しいですね。あとフォローもなし。ガチャポンに100円を入れます。リアルうんちドッキリベタベタ大衆各2種類100円です。やめなさいよ。これね、クレバさん喜ぶかな。喜ばねえよ。リアルうんち、出てきました。あ、気持ち悪いですね。案の定。これはもうクレバさんに後でお渡ししますね。やだよ。さあ、商店街にやってきました。昭和の雰囲気漂う場所ですね、ここは。
おもちゃ屋さんがあります。コレクターズショップひげのおじさん。なんだそれ。いらっしゃいませ。すいません。はい、あ、こちらすごいですね、おもちゃが、これはコレクターズショップっていうことですけど。そうですね。なんか要するにこういうものを好きな方が、おもちゃが、そう、何万ぐらいですね。で、1万2万ぐらいの数のフィギュアとかいろんなものが所狭しと並んでますね。あ、これなんですか？いろんこれなんですか？これはね、クレコさんみたいな人がいる。これは、キッズ、クレッキキッズって言うんだけど、ご本人かっていうぐらいにそっくりですね。じゃあこれちょっと購入させてください。はい、はい、あ、いいですよ、お願いします。はい、六角橋商店街を歩いてきまして、そろそろお腹が空いたなと思って今何か食べるところ探してますが、何だろうこれ。これ完全一人だったの。看板に変なこと書いてあります。果ての果てまで行ってみないか、これが現地の味。メニューカリーサラダチャイ3コースセット1000円という書いてあります。辛さの果てまでってこと。それ以上は、それ以上入ってた。あ、いいいい、まあ大変。あ、すいません。何言ってんの、それ以上入っちゃったって。お客さんがなんか喋ってるんです。ここもメニューって1種類しかないんですよね。そうなの。はい、このままでいい。これは田舎のお客さんと。どうもありがとう。また、うん、ま、なんかゆっくり、なんかね、なんでそんな忙しい人生って、なんでそんな忙しい人生って。何を聞かされてるんでしょうか、私たちは。じゃあ今もうなんかオーナーは平気だ。寺坂くん、私はオーナーじゃないから。だからだ、何を聞いてるんだろうと思ってるから。寺坂くんがお散歩中です。これ恋でもなく愛でもないのになぜか忘れられないサリサリカリと書いてありますね。どうぞ。あ、ありがとうございます。どうぞ。そうですね、皆さん今日の味の感想などなかったんですか。味の感想など必要なんじゃないでしょうか。ブランコに乗りながら汲み取ってくれと、先輩のさんのように汲み取ってくれと、最後にまとめを言おうと思っております。本当に散歩っていいですね。歩くだけじゃなくて、こう人の触れ合いも一緒にできるっていう、本当に散歩って素晴らしいなと思います。はい、何これ。皆さん散歩なんか博楽に行った感じが今してるんじゃないですか。博楽に行った感じはしてないですよ。バーチャルラジオを目指したんですけど。本当のバーチャルラジオを目指した。まあでもうん、なんかそのいろんなとこにちょいちょい入ってって、なんかいろんなものゲットしてたじゃないですか。お土産を持って、まずガチャポンでリアルうんちくんっていうですね。やだよー、こういう開けんの。開けます。あ、まあ、来たかったらですね。サランラップに包まれた梅干しみたいな感じです。え、臭いの？いや、匂いはスライムです。やだー。濡れてる。これが、これ石堂書店っていう、妙蓮寺のですね、本屋さん。ガルスの外もドン引きだよ。これですね。これ投げたりして遊ぶんですって。やだー、ええ。これが今大流行らしいです。上品に俺もっとなんか、アーティストっぽくしたい。そうす。じゃあ、そのクレバさんにですね、その、ヒゲのおじさんという、はい、六角橋商店、ふれあい商店街の、クレバさんだって。それですよ。人形がですね、こちらなんですね。何？こちらなんです。あー、これあれじゃないですか。はい。クローズかなんかの。ねえ、キャラ。あ、でも確かにちょっと俺っぽいですね。で、首が動くんですよ。これ600円です。高っ。高いよ。まあでも、散歩のね、はい。散歩の。そうですね。そして最後、はい、カレー屋さん行ったんですけれども、はい、実はここテイクアウトもしてまして。マジだ。お持ち帰りしてきました。で、一見見てください。どうですか、この見た目。何これ。なんか牛すじみたいな。牛すじで、こう、スープみたいな、汁みたいなものがですね。何これ溜まってて。もしよろしければ、ちょっと、パンかなんかつけてですね。味わってみたい。ここ、サリサリというカレー屋さんです。なんだっけ、愛でもなく、恋でもなく。いっぱい、一部の人にしか理解、一部の人に理解される、サリサリカレー。なんかすっごい匂いだよ。なんかね。どうですか、お味は。
見た目全然カレーじゃないんですが。あ、なんかね。はい。しょっぱいコーンビーフみたいな。ちょっと。ちょっと。でも、はい。あの、思ったより本格的っていうか。そうです。パキスタンのカレーで。うん、ちなみにこちらの今、あの、ヘルプミーでおなじみの、渡辺さん、洋一さんが常連らしいです。ヘルプミーでおなじみの渡辺洋一さん誰ですか？戦場カメラマンの方。あの方がよく行かれてるそうです。でもその癖になってきちゃった。そうなんですよ。うん、これ最初、なんだろうと思うんです。正直匂いもね、なんかきつくて、どうかと思ったけど、癖になります。そうなんです。で、これ本当に、全部天然の素材で、漢方とかいろいろ入っていて、ね、本当の現地のカレーなんですって。うん、なんか、そのコンビ、お肉の感じがその、繊維状っていうか、はい、美味しいわ。美味しいんですよね、これ、ね。ハマってきちゃった。え、これサリサリカレーということで、美味しかったです。ツイッターの方に、情報、ホームページにも載せておりますので。はい、果ての果てまで、あ、辛っ喉の果てが辛いです。はい、写真も載せてますので、ご覧ください、うん。ありがとうございました。楽しかったですか、はい、いや、一人で、本当に一人だったんですよ。うん、すぐるちゃんの AD のすぐるくんもつけずに。本当に一人だったら、本当白い目で見られるんですね。すぐるちゃん。いや、もう。細かく白い目で睨まれてました、僕は。はい。頑張りましょうね。まあ、良かったのか悪かったのか。仕事頑張ります。はい、頑張ってください。ということで、熊井五郎特集行ってみましょう。熊井五郎フィーチャリング、シーラックレバーで、グッボーイ、バッボーイ。諦めの境地どこからどう見ていても全く届かない Good boy, good girl 仕方ない似合わないから諦めの境地結局旗から見ればやっぱり俺たちは Bad boy, bad girl 21 question back in the middle ドラマストリートを離れやめた効果だが変わらなく見えよキャッシュとヘイトは相変わらずってやつが世の中世論にメディアが周りのヒップホップ狩りでも刈り取れない歌を歌い言葉はブレとよりも刃突き刺してえぐた後残るのはスカース俺は過去より今がいい俺の趣味はビアよりウィア残念ながらビッチよりレイディーお前は俺を知らない I ain't good again 悪ぶて泣いて I'm just hustling 彼も OK Good boy, bad boy 好きに見てくれ Who's talk? Good fellas, peace to the test 今更もう遅いから諦めの境地どこからどう見てみても全く届かない Good boy, good girl 仕方ない見合わないから諦めの境地結局旗から見ればやっぱり俺たちは Bad boy, bad girl このままどこまでもこのまま I don't give a damn about 遊びじゃねえから言葉吐くどこまでも言葉吐く細かさず止まらずそれでもやっぱ世間の目ってやつは相変わらず遠慮ねえいえいえいだからどうしたもこうしたもねいつでも俺は俺 I don't give a fuck もたく世間って気にしない無駄時間逆にフェイいらない round the bell 回る round the round 回る何してたってこの星は回る見上げれば空に浮かぶ数だけヘブンが見える染み垂れ寝て上がる軽くライムで人生をかける言葉言葉 Hey yo どこまで伝わるかな言葉言葉 See that clever 笑い飛ばすボンボクラ言葉言葉、東京目黒駒場からフェイクもチュースもペイかよいチューン32バーズハーニーノッキューペン今さら遅いから諦めの境地どこからどう見ていても全く届かない Good boy, good girl 仕方ない似合わないから諦めの境地結局旗から見ればやっぱり俺たちは Bad boy, bad girl 俺には向いてないからって諦めの境地どこからどう見ていても全く届かない Good boy, good girl 仕方ない似合わないからって諦めの境地結局旗から見ればやっぱり俺たちは Bad boy, bad girl
boy, bye.